ベルリンダーレム植物園ベルリンダーレム植物園はドイツベルリンの指定クリッツツェーレンドルフクに位置する植物園である43ヘクタールの敷地に2万2千種の植物が栽培されているベルリン自由大学の施設だが大学とは独立した研究施設である入場者は年間数十万人を数える名称には同区の地区名ダーレムが冠されているが 実際には隣接するリヒターフェルデ地区に位置する。ベルリンに植物園が最初に作られたのは16世紀の先帝校ヨハンゲオルク三世の時代庭師のデシュデリウス・コルビアヌスによって宮廷のための果樹園や野菜園が設けられたのに遡る。現在はハインリヒホンクライスト公園となっているその場所は王立醸造所のホップ栽培や果樹園として使われていた。 これを19世紀の初めに植物学者のカール・ルート・ビヒ・ビルデノーがベルリン大学の研究施設として国際的に評価の高い植物園に育て上げた。19世紀の末、同地シェーネーベルク地区は都市化が進み、大気汚染や地下水の枯渇などが問題となり、ソロの拡張と老朽化した温室の大規模な階層の必要が生じた。そこで教育省は、 暫定延長だったイグナーツ・ウルバンに新しいそのの用地の調査を命じ、結果、広さ41エーカーのジャガイモ畑だった場所が選ばれた。アドルフ・エングラーらによって1895年に計画が作られ、1897年にプロイセン王国議会が計画を承認。エングラーが新しい延長に、ウルバンが副延長になった。1903年4月に、 最初の2500人の観客が清掃して入園し、1904年に野外施設が完成し一般公開された。公式な開所日は植物学博物館の建物が完成した1910年5月である。しかし、ナチス政権下で国外との交流が制限され、また、第二次世界大戦での破壊によって、そのは衰退した。戦後、連合軍のベルリン占領により、 1945年に、ソノは再開されたが、ベルリン封鎖が終了するまでは、食料野菜の栽培に用いられていた。1949年に、アメリカ合衆国の資金援助で再建が始められ、1950年に、新しい大温室、ビクトリアハウスが完成し、1968年に、ソノの再建が完了した。 植物学博物館の再建は1987年まで続いた。1996年からそのと博物館はベルリン自由大学の施設となった。ありがとうございます。